秋谷先生お願いいたします。はい、お願いします。ブログ読者様からのご質問です。はい。夏場に手術すると化膿しやすいとか、うん、感染しやすいとかありますか。はい、ご回答をよろしくお願いしますとのことです。はい、わかりました。まあこれはもう夏になるともう定番の質問ですよね。やっぱり手術希望でいらっしゃる患者様、まあある程度の人が同じ質問されますね。まあ、切開の二重とか目頭切開とか目元の手術にせよ、まあ、鼻の手術にせよ、まあ、フェイスリフトとか、まあ、包鏡手術とか、まあ、まあ俗に言うその切開系切り物系の手術ご希望でいらっしゃる方は、先生あの夏に手術すると化膿しやすいとかありますか、冬にやった方がいいですかってね、まあ、何人かの人は聞いてこられるんだけれど、まあ、まずそれは、ね、心配がないですね。夏だからといって冬に手術するときに比べて感染しやすい、化膿しやすいっていうことはあの僕の経験上はないですね。まあ、それはあくまで常識の範囲内の話なんですけど、まあ、常識じゃないってなると、まあ、例えば切開の二重とかしてフェイスリフトとか切る手術して、手術の当日の当日とか翌日とかに炎天下の中長時間歩き回るとか、遊園地で遊んじゃうとか、動物園行っちゃうとかね、そういうことをするのは良くないですよね。まあ暑い中ね、切ったばっかで外歩くと、まあ、血圧が上がるっていうか、まあ、血流が良くなりますよね。血の巡りが良くなって、まあ出血とかしやすくなるし腫れやすくなりますよね。で汗もたくさんかくから汗が傷口につきますよね。まあ、汗がだらーっと垂れる間にはその皮膚の常在菌とかも一緒に混ざって傷口につくから、まあ、不潔になりやすいので、まあ、手術して間もないのに長時間炎天下の中を歩き、まあ、続けるとかね、そういう非常識なことをしない限りは冬にやっても夏にやってもその感染する確率とかね、そういうのは有意差は僕の経験上ないです。それはもう美容外科の手術以外の手術でもそうです。まあ、形成科の手術でもそれ以外のがんの手術とかでも、自分が病院で働いてた時は夏にやった場合は冬にやる場合に比べて感染が多いとかね、そういうのは僕の経験上はねなかったですね。はい。でそもそも感染する原因っていうのはそういう夏にやる冬にやるとかそういうのは関係なく、何か原因があるから感染するわけですよね。まあ、例えば不潔な操作で手術するとかね、まあ、本来手術っていうのはしっかりと術野は消毒して、で使う機械とか材料は滅菌されたものを使うと、で自分はしっかり清潔にして手を洗って滅菌手袋をつけて手術するわけですね。そういう滅菌操作をちゃんとやるってことが大事で、そういう滅菌操作ができてないと雑菌が入って感染するってことはありえますよね。あるいは鼻の中の手術とかするときでも鼻毛とか鼻くそとかがちょっと残ってる状態で手術すると、でシリコンプロテーゼ入れたりとか鼻中隔延長とかで軟骨を移植とかするときに鼻毛とか鼻くそが一緒に術野の中に入って傷口の中に入ってしまえば感染の確率はものすごい上がりますので、しっかりと鼻の穴の中を掃除して消毒してから手術して、そういうことを防ぐわけですよね。まあ、鼻くそとか鼻毛っていうのは必ず細菌がいっぱいくっついてますから、そんなものを一緒にシリコンや軟骨と一緒に移植すればもう感染する確率はガーンと上がりますので、そういうことのないようにしっかりとお掃除をしてから手術することですよね。鼻の穴の中をしっかり掃除することが大事ですよね。まあ、あとちゃんと止血操作とかできてないと後で出血して血腫になるんですよね。まあ、ヘマトーマって言うんだけど、血腫ができると血腫が感染源になるから、そこに菌がついて感染するとかありますよね。まあ、というわけであって、手術で感染するっていうのは、まあ、何らかの原因があるわけであって、そういう原因を除けば感染する確率というのはぐんと下がるわけですよね。あとは患者さんの免疫力の問題というのもありますよね。例えば重度の糖尿病でコントロールができてない人なんかは感染の確率がちょっと上がりますよね。免疫力が低いから。
あとはもう大量にステロイドを投与している人なんかも免疫力下がりますよね。まあ普通にその SLE とかあのでプラゼドニンをあのちょっとだけ毎日内服しているとかその程度だったらそんなにあの感染のリスクは上がらないわけですけれど、まあ、あのそれ以外でもあのいろんな原因で免疫力が下がっている病気の人なんかは感染の確率が上がるわけであって、まあ、そういう感染が起こしやすくなるファクターっていうのがあるわけであって、夏にやるか冬でやるかっていうのは僕の経験上感染しやすいファクターには含まれていないので、別に夏場に手術するあのことは全く問題ないです。はい。多分夏に手術すると可能するんじゃないかって心配してる人って、あの食べ物とかあと動物の死体とかをイメージしてると思うんですよね。例えば肉とか魚ってあの冬に冷蔵庫に入れないで普通にテーブルの上にポンと置いといても寒い時って腐らないじゃないですか。気温が低い時って、まあ、雑菌が繁殖しないから。でも夏になると暑いから雑菌が繁殖しやすくなるから、魚とか肉とかをずっとテーブルの上に置いとくとすぐ傷んで臭くなって腐敗するでしょう。あとその犬とか猫の死体とかが置いてあったとすると、あの冬の寒い時だとあんまり腐らないけど、夏だともう一日で腐ってしまってあの悪臭がするとか、そういうことがあるんだけど、まあ、それをイメージしてると思うんだけど、人間の体ってあくまで生きてる人間だと血流があるから、あの手術してズバッと切って縫合した後でも常にその装部に血液が流れてるから、免疫系の細胞もあのそこで戦ってるわけだから、あの生物とか死体とは違うわけであって、あの心配はいらないということです。でということであって、まあどんな切る切開系の手術でも夏にやることは問題ありませんよと。ただ最初に話した通り、手術して、まあ、特に最初の1週間ぐらいの間ですよね、炎天下の暑い中長時間歩き続けてね、1時間とか2時間とかそれ以上歩き続けて汗だらだらにかくとかね、そういう非常識なことをしなければ全く大丈夫なので、まあ、ダウンタイム期間の間はなるべくあんまり外出ないでお家の中で安静しているのがいいですよと、まあ、普通にクーラーの効いた涼しい環境の中で安静にしているのがいいですよと。フェイスリフトとか切開の二重とか鼻の耳介軟骨移植とか切開系の手術は、まあ、1週間ぐらいお家の中で安静にしていましょうと、それ、まあ、それがベストですと。まあ、ちょっとコンビニ行くぐらいとかはいいんだけれど、ちょっと耳介軟骨移植してマスクして会社行って事務仕事するとかね、その程度だったらいいんだけど、まあ、あくまで長時間炎天下の中だらだら歩き続けるのはやめましょうと、常識の範囲内のことにしましょうということです。はい、以上です。三木谷先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。